自分にとって不都合なものを老害だっていうのはなんか主婦化の傾向なのかなというこの辺は結構慎重に見極めていく必要があるなとは思いますけどねはいおはようございますさすがメンタルクリニックの院長マッセルスケです本日は老害とは何かというテーマでまあ精神科医目線でお話ししようかなと思います、えー、老害って何かっていうとですねまあ私ですね私たちが老害と感じるのはまあ まあ個人ですね。個人がいて、会社、特に、会社の影響を受けるんですけど、特にそのトップ層ですね。が老人、老人たちで、いわゆる老人的で、まあ柔軟性に欠いている。その結果、まあ、社会全体、 社会の流れってありますよね今社会は ITAI 化していってるでまあ、もうちょっと言うとアメリカっぽくなっていく世界全体は特にねあの資本主義社会においてまあ、日本においてもそうですけどアメリカ的になってるんですけどもこういう流れにあるのにも関わらずこの老人たちが足を引っ張ってるトップ層の老人たちが足を引っ張るまあトップじゃなくても高齢の人 がこう足を引っ張っ張てるこうこっち側に引っ張ってるでこう世の中移動してるにもかかわらずその引っ張られてあこっちに引っ張られて個人も悪影響を受けている状況がまあ老害というふうになるのかなと思いますねだから世の中の変化っていうものをこれからこう歴史の影響を受けてに社会は あの今の形があるんですけどもこれから新しい技術によってこう引っ張られていく変化しようとしているにもかかわらずその新しい技術とか変化を拒んで戻ろうとしちゃう、えー、戻るものが老害というふうに言えるのかなと思いますね。 で個人っていうのは生物的な要素も引っ張られますからねまあこれよく使ってる図ですけどもまあ老害って何かっていうとこういうことかなと思います具体的にはどんなことかっていうとまあ IT を導入しない AI を駆使しない、えー、アメリカ化を受け入れがたいつまりグローバル化、えー、女性の社会進出 メンタルヘルヘスの軽視まあ軽視というメンタルヘルスになっていくあと中流思考ですねまあ世の中の流れとしては格差社会化していくんで格差の是正も大事なんだけど格差に対して 対策をどうしていくのかじゃあ、格差が出,た出てきたときにじゃあどういうことをしていくのかまあ、進出社会進出を止めちゃう人たちは老害だしメンタルヘルスの話題とか精神疾患のことに関心がないのもまあ老害っちゃ老害なのかなと思います、ね、だからこっち側に移動しているにもかかわらずそれをさばあの妨げるのがまああの老害といえば老害ということになりますね。うん で精神医学の中での老害って何なんだろうって言ったらまあ新しい治療法を学ばないっていう感じですよ、ね、いや今,今起きてることを学んでいかないのは老害っちゃあ老害ですよねつまり ITAI の応用を検討しないとか グローバル化を受け入れ難いとかだからローカル手法日本的なその治療法にこだわり続けてしまうとかあとは高齢者しか見てないとか。 とか、まあ、のみっていうと、あんまりよくないかもしれない、でも、そんな感じですよね。あと。女性の社会、女性の、まあ、女性の社会進出を応援しない、女性の。治療っていうのが分かってないとかね。うん。まあ、あとは、その、僕もそうですけれども、その、なんとか療法とかいう時代よりは。その。 なんていうのかなまあトラウマを軽視しやすいとかあと発達障害の問題を理解してない神経発達障害が理解されてないとか貧困とかそういう社会問題の関心が疎いとか甘えだと言ったりとか福祉導入が必要な人を福祉導入しないとかまあそういうことがまあ老害っちゃ老害なのかなという気はしますねあとと横のつながりを持たないとかね。 うん、だからそれは何で横のつながりを持たないかというと AIIT がなかったから昔は横のつながりが持,てない持ちにくかったんですけど今は持ちやすいんでそこをやらないとか、えー、効率化しないとかまあいろんなことがありますけども、まあ、新しい治療法を拒んでなんかすごくこう重箱の隅をつくようなこととか自分の得意分野だけに固執しちゃうと老害っていう感じはしますね。うん、はい であの結局ですねとは言っても変化を苦手なみんな人間というのは変化を嫌うし苦手なのでまああの年を重ねていくとそうなってしまうのは仕方ないですねそれはあの人間の特徴でもあるますねあと若い人は今度はですね昔過去にこう敬意を払わずにですね新しいことを挑戦したがいし,しすぎる傾向もあるのでまああのそれはそれであの 若者のね、害という感じもしますね。あとはその若者が老害老害って言うかもしれないけども、そもそも社会に溶け込んでいかなきゃいけないんで、その社会そのものが全て老害だみたいな言い方になっちゃうこともあるんだけど、いや、それは違うでしょみたいな。こっち、 こっち側の社会が老害であって、こういう、こっち側の社会は老害ではないんですよね。ただ抑圧している。若者を抑圧していく。だから、あの、社畜になれとか大人になれとか、そういう子供の自由な発想、自由さを奪う。それは社会にとってルールを押し付けるってことは、社会、ルールを押し付けるのは必要なんですよね。だって、あの、みんなが若者のように自由に振る舞っていったら、社会って成り立たないので、ある意味、 こう抑圧していくってことはその大人がやるべきことではあるんだけれどもそれを拒むといけないっていうのもあるのかなといけないというか受け入れるそれは老害とは言い難いだろうなという気がしますね。なんかすごくこう SNS 社, SN 社会において の要素があるんですよねだからすごくこうなんか大衆にはあのねパンとサーカスを与えたらいいみたいなその集具化の傾向はすごく可視化されちゃってるし集具化を何て言うのかな集具化していくことをがすごく資本主義と結びついちゃってるしあのうまく利用されちゃってるビジネスに。 だからあの賢くくななるるっってことはビジネスになりにくかったりりかたすすんですよねだけど今す消費していく今すぐ楽になるとか今すぐ楽しいとか今すぐ気持ちがいいとか自分たちを肯定してくれるものっていうのは、まあ、お金を払いやすいしビジネスになりやすいんであのいいんだけどもまあ周期化を促進させるという奥さもあるのでだからなんか大衆がみんながね老害老害って言って自分にとって不都合なものを。 老害だっていうのはなんか主遇化の傾向なのかなという気はしますけれどもここら辺は結構やや,や,やこしいというかまあるなとは思いますけどね、うん、えーまあとにかくそのメンタルヘルスが重要になっていく心脳みそを使えば使うほどですねうつになっていくので脳に疲労がたまっていくとうつになっちゃうんで。 そういうい中でメンタルヘルスっていうものが重要視されていくのはまあ,あるでしょうで多様性とかねあ多様性も広がっていくし変化も増えていくしそうするといろんな摩擦が起きるんですよ人間同士の摩擦が起きるんでそうするとやっぱりメンタルヘルスのことをやっぱ考えていかなきゃいけないのでなのでこ,のここに対して疎,い疎かったりとかここを無視するとやっぱり老害だろうなというのはまあ精神科医目線でありますね。 うん、メンタルヘルスを計算感情に入れて、まあ、ビジネスをやり直せばいいだけなんで別にその,あのただそれだけじゃそれだけなんですけどもまあこのただそれだけっていうのが難しいんだよねだから天動説から地動説に移り変わるような話で別にその <laughs> ただそれだけじゃそれだけで概念としてはそんなに難しくないんだけれどもそれが腹に落ちるっていうのはすごく難しいしなかなかできないよっていうことだったりしますね。 と、はいえー、というここでで以上でこの動画あります、えー、で今日の宿題はですね老害っていうのはどういうものかメンタルヘルスと老害との関係についてちょっと考えてください一方でですねあの修具家ですね大衆の愚かさ老害ということでなんかこう、えー、昔からある価値あるもの歴史あるものを否定するような態度とか社会のルールを拒むような態度についてもちょっと皆さん考えてもらって何か えー、いいねコメント感想があれば書いていただきたいなと思いますはいでは以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見てよいと思ってくれた方はグッドボタンをチャンネル登録と支援の方よろしくお願いしますではまた